基本東京です。東京といってもそんなに全般的にね、基本的には新宿池袋が圧倒的に、まあ新宿が象徴的ですけども、はい、圧倒的に人がね、多いでしょ。いろんな人が混在してますよね。僕は大体そういう場所が好きで、でまあなんとなくいかがわしいじゃん。でそのなんとなくいかがわしいっていうのは僕大体好きで、僕自身がいかがわしいからさ、そういうとこ好きなんだよ。女性の写真と別に特化して撮ってるわけではないけど、撮る率が圧倒的に多くなるということで、だからプリティーワンの中にはもちろん日常的なスナップ、街頭スナップとかね、比較的モノ的なものなんかも入ってるけども、まあパラパラと見ると結構女性を撮ってるよね。いろいろあるから、ただ極力街に出て撮ってたいんで、特に別にここに来てどうするとか打ち合わせとかがないときは、まあ大体まあ基本半日はどっかフラフラしてますね。でまあそういう時間がゆっくりないときは、まあ僕は今池袋にいるから午前中というか朝だいたい池袋をうろついて、池袋の西口の向こうの飲み屋街というかあるじゃないですか、朝行くと大概悪いよ。あの辺うろうろ同じとこばっかり撮ってんだけどさ、結局は